まあ、試合何回も見受けられたんですけども、トルトネントの4-1-4-1の守備に対して、センターフォワードとサイドハーフの間にクロスが落ちます。このクロスに対して、右サイドハーフのオザール・イツアが得るのであれば、アンカーのジャンが潜在的に数的に不利になります。これはロドリゴ、また今こちらにいますけれども、ベリンガムが普段左ハーフスペースを取っていますので、この2人がアンカーに対して数的優位を作ることができます。したがってザビッツァーは簡単に出ることができません。ただ出ないのであれば、クロスがここでフリーになります。クロスはこの位置でフリーになって全方位へパスすることが可能です。全方位へパスすることが可能ということは、トルトムントはあらかじめスライドすることができません。となると、クロースが選ぶパスというのが通りやすくなります。エースのビニシウスにもボールが通りやすくなるんですけども、トルトムントはビニシウスに対して徹底的に数的優位を作る形で守備をしていました。右サイドハーフのサンチョもレースバックの意識は非常に強かったです。それでも縦突破をしていくビニシウスなんですけども、右センターバックのフンメルスが必ずカバーに来ていました。フンメルスが空けたスペースというのを、左のセンターバック、サイドバックがスライドして埋める意識が強かったです。この場面はラインアウトするんですけども、フンメルスのカバーリングは素晴らしく、組織で徹底的な対策をしていたドルトムンドが、ビニシウスの決定的な突破というのはほとんど使用していました。まあ、ベンガリーにパスを入れることで、この場面、アンカーのチャンを釣り出しています。で、ここでアンカーを釣り出すことによって、発生したスペースにベリンガムが浮遊して、ミッドフィルダーのブレイクに成功しています。で、素晴らしいパスが通るんですけども、仮にベリンガムがここで反転をしてセンターバックに仕掛けられていたら、同数で決定機を迎えます。おそらくこれは判断ミスではなくて、反転しようとしたんですけども、タッチミスだと思っていて、ベリンガムは本来この白い位置でタッチをしたかった。で、ここでタッチをすればスムーズに反転することができたんですけども、おそらくタッチミスで手前にタッチしてしまって、反転のチャンスというのを動かします。ドルトムントは試合を通して徹底的にビニシウスに対してカバーリングを発生させています。この場面もサンチョ、フンメルス、2枚が縦カットインどちらもカバーできるうちに対応しています。これでも縦突破していくんですけれども、フンメルスのカバーリングはこの試合を通して素晴らしく、ヴィニシウスの決定的な突破を出せませんでした。であるのカウンターのシーンです。まず今、もうモールに触らずに最短の時間で判定をしています。飛び込むディフェンスに対して突破できる能力があるからこそ、ディフェンスは飛び込めなくなります。この場面は運命ですが、飛び込んだので裏街道で縦突破をしています。ただフンメルスの飛び込み方もうまくて、抜かれたとしても徹底的な侵入を許さないような飛び込み方を、なのでコーナーに追い込めてます。ネルワックも飛び込むんですけども、このような技術を使って渡る気で突破をしていきます。なんとかカバーに追いついてコーナーキックは獲得するんですが、この獲得したコーナーからカレバハルアニアで合わせて先制します。ここでもクロースがセンターフォワードとサイドハーフの間に落ちます。このシーンではインサイドハーフのザビッツァーが出ています。先ほど申し上げた通り、ザビッツァーが出るのであれば、アンカーのジャンが潜在的に数的不利になります。今回はボランチのカマビンガとライン間で浮遊するテニングマン、これが潜在的な数的優位を作っています。
でカマミンガはサイドに流れるんですけども、背後にベリンガムを抱えているジャンはサイドまでついていけません。でカマミンガがサイドバックを継ぎ出してパスをします。なのでいつもと違って幅なしの1対1を提供することができます。このフメスが来たスペースにカマウィンナー自らが侵入していきます。ここでフメス飛び込むんですけども、ダブルタッチでパスをします。非常に高い技術を発揮します。でここでニアゾーンに侵入したカワミンガに対してセンターバックは当然下がらざるを得ないです。センターバックが下がったことで生まれたセンターバック手前のスペースでベリンガムが A になります。ロドリゴは止まることで徹底的な位置にいます。ドルトムントはレアルの 4-4-2 の守備に対して必ずほとんどの場面でアンカーのジャンがセンターバックに落ちまして3バックを形成します。それによって最終ライン3対2でボールを安定させます。でこの2ボランチを含めてこの5枚で後ろの5枚でこのミッドフィルダーとフォワードを前に釣り出して、で釣り出して前線にスペースを供給して前線の5枚ずつにボールを入れようとします。ミッドフィルダーのブレイクパスが通れば相手4バックに対して潜在的に5枚でボールにチャレンジすることができます。ジョータベック非常に配球うまい選手なんですけども、蹴れる瞬間になった時に5枚の特性を生かしてですね、やいのハーフスペースに対して右センターバックが食いついたところをセンターフォワードが裏抜けしています。で裏抜けを成功させてセンターバックを下げさせて手前の決定的なスペースにラストパスを送ります。ここで非常にすごいのが、この決定的なピンチに対してカルバハルがカバーリング入るんですけども、 PK をもらわないかどうかギリギリの塩梅でプッシュをします。こうすることによって体勢を崩しながらシュートを打たざるを得なくなって、シュートは外れます。こちらもそうですね、ジャンは落ちきってはいないですけども、ロドリゴとここでビニシウス2枚に対して3枚を作って、その3枚生かしてビニシウスを横切りしてますので、ルメスが混むことによってフォワードラインをブレーキします。でミッドフィルダー化した前向きフリーのフメルス、そしてハイラインのレアルです。出してやフリーで受けてベンチ出してハイラインの、この2つが揃ってしまうと裏抜けの餌食になります。スピードあるアデミが抜けます。ただこの1対1の局面で出てくるのがクルトワです。2メートル2センチのクルトワがニュートラルに構えます。左右どちらも対応できますし、シュートストップも対応できる、なおかつドリブル突破も対応できるニュートラルな状態を作って圧力をかけます。やはりこの圧力を感じてしまってドルトムントの選手たちは決定機を仕留めることができませんでした。何回も決定機は作っているんですけども、やはりクルトワの質というのが非常に大きな武器になります。カウンターの場面です。センターフォワードはこちらの場面です。あえてファーに逃げることによってこのディフェンス間のスペースというのを広げています。でその広げたスペースに対してイーサイドハーフのザビッツァーがニアゾーンへ飛び出します。でこの流れこのままなんですけれども、上がっていったマーチセンがプレスバックで完全なダッシュをします。でこのダッシュは素晴らしくて、相手の重心を崩して転ばすことによって転がった選手は完全に無効化されます。ただここでもクルトワが出てきます。クルトワという圧力がシュート精度を狂わせます。で結果的に2対0という形でレアルが優勝してしまいます。ドルトムントは素晴らしい戦術、守備攻撃どちらも構築していて非常に効率的なサッカーをしています。そして結果的には決定機を多く作っていました。それはレアルよりも多く決定機を作っています。ただ結果的に2対0という結果になります。やはり戦術と選手の質というのが融合して
掛け算のような形で出たその合計値というのがチームの強さなんだなと改めて感じさせられた試合でした。以上で解説を終わります。ご視聴いただきましてありがとうございました。